月で 2,3 キロスルッと痩せちゃう、1日1杯飲むだけで痩せる神ドリンクがあるんです。腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。今回はどこでも買えるあの飲み物を組み合わせて1日1杯飲むだけで痩せる魔法のような飲み物をお伝えします。作り方も超簡単、ぜひ最後までご覧くださいね。話の流れは2部構成です。1. ドリンクの材料、痩せるポイント。 2. 1日1杯飲むだけ神ドリンクレシピの材料、作り方、痩せる飲み方、注意点、この順でお話しします。では1つ目の項目です。ドリンクの材料、痩せるポイントについてお話しします。材料はたったの3つ。どこでも買えるあのドリンクを組み合わせることでダイエット効果がアップします。その痩せるポイントは酢酸、2つ目発酵食品、3つ目食物繊維、そして最後はタンパク質です。以上4つが痩せる最強の組み合わせ。では材料です。1純リンゴ酢、たくさんあるお酢の中でも先ほどお伝えした酢酸という成分が一番入っているのがやはりこの純リンゴ酢になるんですね。リンゴ酢と言っても絶対にこの無添加の純リンゴ酢選んでください。痩せるリンゴ酢の選ぶポイントはもう一つだけ、裏の原材料名をチェックしましょう。そこにね、国産リンゴ果汁 100% のみ、この一つだけでできているのが痩せるリンゴ酢。酢酸が一番多く含まれているこの純リンゴ酢を使うと、あなたの腸の運動、蠕動運動がめちゃくちゃ活発になります。そうするとあなたは基礎代謝が上がるんですね。運動で使う活動代謝よりも内臓にウォーキングをさせる、この基礎代謝の方がパーセンテージが高いです。どんどん純リンゴ酢を使って代謝を上げていきましょう。また太る原因の血糖値の急上昇をぐっと抑え込んでくれるのがこのリンゴ酢なんですね。例えば実験で白米を食べてもらった、ただ白米を食べただけの方と、白米を食べる前にこのリンゴ酢ドリンクを飲んだ方、血糖値の急上昇が 30% もリンゴ酢飲んだ方の方が抑えることができたという実験の結果も出てるんですよ。では2つ目の材料はこちら、甘酒になります。ただし甘酒といっても種類がたくさんあるんですね。ここで言う痩せる甘酒は米麹でできた無添加の甘酒を選んでください。私がちょうど見つけたのはこちら、マルコメさんから出ている国産米 100% を使った麹甘酒になります。これね、大きいタイプもあるんですけども、実はこんな風にね、同じもので小さいタイプと、実はこれ違うのかなと思って買ってみた、実はですねパッケージの形が違うだけ中身は一緒だったという、これ全部ね同じマルコメさんの無添加の甘酒、米麹からできた甘酒になります。甘酒はご存知の通り飲む点滴と呼ばれるほどめちゃくちゃ栄養価が高いんですよね。たくさん栄養がたっぷり入ってる、プラス発酵してますから、発酵食品イコール痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちがいっぱいいっぱいね菌が入ってるものになるんですよね。しかも同時に2種類の食物繊維も取れちゃいます。また実は適量飲むと脂肪燃焼効果もあるんですよ。そして材料3つ目はこちら、無調整豆乳になります。ぜひ国産大豆を使ったこのような、たまたまで見たのが福連さんの無調整豆乳だったんですけども、国産大豆 100% の無添加、一切添加物がないこういった豆乳を選んでください。この豆乳もすごくて、例えば血糖値の急上昇を抑えてくれたり、脂肪燃焼効果、またしっかりと食欲を抑える効果もあるんです。もちろん食物繊維やタンパク質も取れますから、もうとにかくダイエット向きのドリンクといえば無調整豆乳。では材料と痩せるポイントが分かったところで次の項目です。はい、こちら、1日1杯飲むだけ神ドリンクレシピの材料、作り方、痩せる飲み方、注意点、この順でお話します。はい、レシピはこちらです。
リンゴ酢甘酒豆乳ドリンクということで材料を1人分になります。米麹でできた甘酒を 100ml、 無調整豆乳を 100ml、 純リンゴ酢大さじ1、たったこれだけ。では早速作っていきましょう。私はいつもこういったプロテインのシェーカーを準備していて、もう材料入れてね、一気に混ぜて、そして特に朝時間がない時とかはコップに移さずね、このままガバッと飲んだりしています。では早速作っていきましょう。できればね、こういった容器があるとあなたも便利だと思います。ではまずこういった容器に米麹でできた甘酒無添加のものを準備してくださいね。でこちらたまたま見つけたのが丸米さんの無添加の甘酒だったんですけれども、よく無添加の米麹の甘酒は、そうですね、瓶詰めになってるものもいっぱいありますよね。あなたのお気に入り選んでみてください。でもしもおすすめあったらね、コメント欄で教えてくださいね。では、まず 100ml ですね。はい、こちらカップ準備しました。ちょっと 100ml 測っていきます。逆こういうのってこうドバドバと出ませんか？そう、あ、 OK ですね。ドバドバじゃなかったです。いい形をしています。この注ぎ口がね、とっても注ぎやすかったです。よかったです。はい、では今から米麹でできた甘酒を入れていきます。これ100、結局無調整豆乳と同量ですよね。甘酒だけですとやっぱりね、カロリーが高いです。はい、糖質量もあるので、ぜひですね、甘酒だけをいっぱい飲んでしまうとやっぱりカロリーオーバーで太ってしまいますから、そこで活躍するのはこの豆乳ね。これを半分入れることでカロリーオーバーを防ぐことができます。はい、こちらも 100ml 測っていきますね。これはちょっとドバドバ出るタイプですね。頑張れ私。ちょっと待ってくださいね。えい、これで、あ、よかったよかった。おお、ここでね、ここでちょっと待って、あー、やっぱり跳ねた跳ねたまあいいかじゃあですね、ここに甘酒と同量の無調整豆乳、国産大豆ですね、入れていきます。はーい、入りました。そして最後に純リンゴ酢です。完全のね、無添加国産リンゴ果汁 100% のみでできている、私がたまたま見つけたこのミツカンさんの純リンゴ酢だったので、これを大さじ1入れていきますよ。はい、ではこれはね、このままこれ大さじなので1杯、すり切り1杯入れていきます。はい、入りました。これだけ、簡単。そして大丈夫ですか、見えてますはい、ではシェーカーで混ぜていきます。ここね、しっかり締めないと、はい、しまった、うん、ではシェイクしていきます。これも楽しい、うん、OK、 ではいただきます。もうね、コップに注がずこのままいきましょう。洗い物もね、減るじゃないですか。私たちはね、女性は、無駄な仕事は極力減らしていきましょう。ではいただきます。個人的な味覚の意見として聞いてくださいね。ちょっと酸っぱいヤクルトみたいな味がするんですよね。めちゃくちゃ美味しいです。あなたのお好みで調整してみてくださいね。では最後に痩せる飲み方注意点お伝えして終わりたいと思います。ぜひ今のドリンクは1日1杯までにしてください。そしてホットか常温で作ってくださいね。例えばこういった甘酒だったりとか、この豆乳は買ってきたばかりは常温だからいいんですが、一旦ね、開封してしまうと冷蔵庫ですよね、そのまま使ってしまうと次回キンキンに冷たすぎます。ですからどうしたらいいかというと、さすがにこの甘酒はですね、やっぱり酵素が加熱しすぎますと死滅しちゃうのでもったいないんです。なので甘酒は冷たいまんまで仕方がないとしても、だったらこの豆乳、こちらをぜひね、ホットにして割るとある程度混ざれば常温で飲めますから、ぜひね、お腹冷やさないようにしてほしいんですね。冷たいものを飲んだりするとお腹が冷えて代謝が落ちて太ってしまいます。気をつけてください。そして食事の置き換えとしてぜひ飲んでいただきたいんですね。朝昼晩食べますよね。そのうちのおすすめは朝ごはんの代わりか夜ごはんの代わりに1食だけでいいです。まずは
このドリンクに置き換えていただきますと確実に痩せていきます。ぜひ試してみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回は最強に痩せる組み合わせ一杯で全部入っている神ドリンクのレシピをお伝えしました。ぜひあなたのペースで1日1杯食事に置き換えて飲んでみてくださいね。また実際にこんな分量で飲んだらなんか美味しくなったとかね、何かあなたのおすすめの甘酒のブランド等々ありましたらぜひコメントください。楽しみにお待ちしてます。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたらいいねボタンやチャンネル登録いただけるととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。